千本桜のハモリパートを完璧に伝授したいと思います。千本桜の視線率に対してたどれればワンツー千本私の主旋律に対して保って。鈴花チャンネルをご覧の皆さん、鈴花優子です。はい、というわけで前回千本桜の歌い方の動画を、アップさせていただきましたが、今回はですねその続編といたしまして、千本桜のハモリパートを、レクチャーしていきたいと思います。カラオケで千本桜を友達が歌ってる時に一緒に乗ってかっこいいハモリができたら楽しさも倍増ということで、千本桜のハモリの部分だけを皆さんにお伝えしていこうと思います。鈴花チャンネル、それではまず自分の音源に合わせて私もハモリパートを歌ってみようと思います。それではお聴きください。千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ、ここは宴鋼の檻その断頭台で見下ろして、三千世界常世の闇嘆く歌も聞こえないよ、青藍の空遥か彼方その光線銃で撃ち抜いて。では今度は、千本桜のハモリパートをゆっくり歌ってみますので、ハモリパートだけを聞いてみてください。千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ、ここは宴鋼の檻その断頭台で見下ろし感じですね。ハモリの部分をですねドレミの解明でも歌ってみたいと思います。ピアノとか楽器やってる人は分かりやすいと思いますので、一度ドレミで歌ってみましょう。などれればは感じです。ハモリのパートをより分解してやっていきたいと思います。まずは千本桜の主旋律に対して、最初の音はヨド下の音から始まります。千本桜レの4つ音の下レドシラ、このラの音ですね。ラドレレバ。なるんですね。さあ行ってみましょう。千本桜、ここは千本桜です。3、はい、千本桜。次が夜に紛れファソラドドド、行ってみましょう。夜に紛れ3、はい、夜に紛れ、同じです。ラドレレファファ、君の声も。もう一回三、はい。君の声も。次。届かないよ。ファド
ましょう。3、はい、届かないよ。3、4、届かないよ。じゃあここまで続けていってみましょう。今度はピアノが分かる人用に、解明で歌ってみます、ドレミが分からない人はラララでついてきてみてください。いきます。ラドレ、ワン、ツー。ラドレはそれでは歌でもう一度言ってみましょう。千本桜、ワン、ツー。千本桜、夜に紛れ、君の声も届かないよ。続き言ってみましょう。ここは宴鋼の檻、同じですね。ここは宴鋼の檻。ラドレレワワパソラドドドとなっております。では歌ってみましょう。ワン、ツー。ここは宴鋼の檻。続きまして、その担当台で見下ろして、ここですね。その担当台で見下ろして、見下ろして、難しかったらこれでもいいと思いますが、見下ろして、見下ろして、少し細かくできる方はこんな風に歌っていいと思います。その担当台で見下ろして、ラドファミレドドレドラララ、こんな感じですね。その担当ラドファミレドドレドラララ、さあ歌ってみましょう。ワン、ツー。その担当台で見下ろして、ラドレで言ってみましょう。ワン、ツー。ラドファミレドドレドラララ、さあどうでしょうか。続きまして、繰り返しになりますので、だんだん分かってきたんじゃないでしょうか。ラドレレパパファソラドドド、同じですね。では、三千世界とこよの闇、行ってみましょう。ワン、ツー。三千世界とこよの闇、嘆く歌も聞こえないよ、同じです。行ってみましょう。ワン、ツー。嘆く歌も聞こえないよ、次も同じですね。セイランの空遥か彼方、ワン、ツー。セイランの空遥か彼方、そしてラスト、その光線中でですね。その光線銃で撃ち抜いて、ドレミで歌ってみましょう。こんな感じになります。ラドファミレドレドファソラ、はい、その光線銃で歌詞を入れて歌ってみましょう。ワン、ツー。その光線銃で、いかがでしょうか。それでは頭からハモリパートだけでいってみましょう。ピアノの伴奏でいきたいと思います。いきます。ワン、ツー。千本桜、夜に紛れ、君の声も届かないよ。
しょうか。それでは最後に私主旋律歌うので皆さんぜひ私の主旋律に対してハモって歌ってみてください。テンポもさっきぐらいのテンポでいきたいと思います。ではいきます。私の主旋律に対して、ハモリが綺麗に入るかちょっと練習に使ってみてください。それでは番外編としまして B メロのところにもハモリが入ってるので、あもうサビなんて余裕よっていう方はですね、ぜひこの番外編も、マスターしてみていただければと思います。ちょっとどこに入っているかチェックしていきたいと思います。悪霊退散 ICBM の ICBM から入っていて、ちょっと歌ってみましょうかね。 ICBM 環状線を走り抜けて、うー少年少女戦無双を浮世の間に間に千本桜、こんな感じですね。 ICBM に対してはこれに対して ICBM 3度上の音から言ってみます。 ICBM に対してトシラフ ICBM とかでハモってあげると面白いですね。そして環状線を走り抜けてのところは環状線を走り抜けて環状線を淀の音で降りてくる感じになってるので、環状線をのに対してファーソラシ、四つ目の音環状線を走り抜けて、次がドレファーソラ、そして少年少女戦無双を同じですね。最後が浮世のマニマニ、こんな感じになってみました。ちょっとじゃあそのハモリだけやってみましょうかね。行ってみましょう。主旋律歌うのでぜひハモリを歌ってみてください。いきます。
鈴花チャンネル。というわけで今日は千本桜のハモリパートを、分解して噛み砕いて、皆様にお伝えしてまいりました。和楽器バンドの千本桜のハモリバージョンですが、いかがでしたでしょうか。ぜひ友達が千本桜ちょっと歌ってみてよって言った時に、思いっきりハモリかっこよくできたらさらに盛り上がるんじゃないでしょうか。やってみてね。ということで千本桜の、ハモリをやってみたっていうような、動画なんかあったらぜひ私宛に送ってください、見てみたいので、 Twitter など SNS もやっておりますので、ぜひリプで送っていただければ、拝見させていただきたいと思います。次1回の、自宅からゆるっと、生配信ライブというのをやっております。メンバーシップ向けに行っておりますので、よろしければぜひメンバーシップの登録もお願いします。鈴花優子でした。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してね。